かつて我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと、ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところと、そして今五稜の一つオルブスカラグリアを治める火のマスターコアを持つ無常なスリーピエザ、岩と砂塵に覆われた不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を重ね続ける日、己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。何をしている。もっと力を込めろ、石突き。鉄仮面。貴様。俺が。奴隷同士、傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。チェッ、さっさと行け。待って。ありがとう、鉄仮面。怪我はなかったか、ココル。大丈夫だよ、鉄仮面。傷が、どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。また毒にどやされるな。またお前。すまない。謝るくらいなら最初からする。相変わらず何、ああ、顔もなければ難儀なや。痛みを感じないと言っても傷はしっかり負う。ほどほどに。今日も誰かが死、奴隷の死体なぞ。死ぬのはいつもダナだ。いつまでこんな大声を出す。
誰にわかる。わしに言えるのは結果はお。さてと。ドク、あんたは何も。それは感謝している。そう焦るな。すくぼちぼち今日の腐ってないで風にでもあったが余計。部屋に戻るか。俺は奴隷だ、みんなと同じく。なのになぜ俺にはコアがないんだ。カメラ記憶だって考えても仕方ないか。何の持ち主が故郷と同じ。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。またレナのための労働の一日が始まる。死ぬまで逃れられないのか。グズグズするな。使ってないらしい。貴様らの中で見た者はいないか。見ていません。そんな、いきなり言われても。あんたは。あそこだ。待て。出して。え、いいから早く。僕な、こいつ手間かけさせやがって。おとなしくしてやりたいことは。うわっ。逃げ
でも食らいな。落ちるなよ。鋭になり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。ははは。酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブス・カラグリア・スルド・エルボルゼ教、いや、ビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらおわしもとが騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これは下に。過去二度もスルドの座につきながら王に届かなかった恩義だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。気がついた？あんた、ティルザよ。紅の。あら、聞いたことない。光目ダナの帝国あったのよ。むしろ私その仮面。ああ、俺と一緒。ああ、今じ牢屋どうって牢屋で尋問だって。何がどうなってる。行ってみよう。確かめないと。やっぱりだ。ちょっと触っただけでこんな雷でも打たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これがスルドの兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン・アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は。なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて。だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ、着てるものを別とすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光目。精霊術も使えない石付きが。偉そうに。俺たちは石付きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて俺たちは必ずお前らレナを。レアーズ。確かに俺たちダナは精霊術を使えない。がお前のその茨も
ここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは全く大した能力だぜ。違う、こんな呪いが私の能力のものか。呪い。まあいい、いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ。ここも鍵つけられた。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も撃つせ。抵抗するようなら長い棒か槍を使え。分かった。おい鉄仮面、出ろ。悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎え。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。レナの兵隊が来たのか。出口に向かおう。早く脱出しないと。戦える奴は武器を取れ。くそ、どうしてここがバレたんだ。知らないところで。止まれ。なんだそれは。さっさと答えるとでも思う。なん。終わらないなら死ね。欲しくない。恐竜族本物の戦いだから。やってやる。おとなしくやられてたまるか。恐竜族下げろ。やるくっ。終わりだ。くれ。毒なし打ち込む。くっ。やっと終わりだ。ここだ。終わりだ。勝った。レナの装甲兵相手に。やるぞ。絶対に生き延びてみせる。さあ行くぞ。はい、寄せ。反逆者、ジオンビメル・アイメリス大も、スルド・ビエゾ閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来て。あなた、何を考えてるの。装甲兵相手に。うるさい。今のうちにさっさと逃げればいいだろう。飛んでいろ、奴隷。我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。いい、私の判断は、くれぐれも邪魔にならないと。こっちは不慣れなんだ。約束なんてできるもんか。終わりだ。
なぜダナ人がレナ人を。俺だってレナは嫌いだ。何、以前にどこかで。あいにく。そうか、俺は自分の。それで私が何かし。ああそう、それにどうせ俺。痛み。ああ、痛みも顔も。名前は。鉄仮面。俺を拾ってくれた。そう、今度はど。外よ。気を引き締めていくわよ。その仮面。当たり前だ。何なの。知るも。俺だって。そんなことより。ダナの仲間で。装甲兵は。確かに連中は。だが仲間がその辺は。私はただその意味で。退屈しのぎで。生き延びたようだな。逃げたと聞いて、ま、お互いまだ装甲兵に。あんたの仲間この先に。動くな、反逆者ども。隠れが一つ襲うのにこれだけの戦力を差し向けるとは。裏切り者を捕らえろ。他は皆殺しだ。危ない。シオン。自分に埋め込んでいたのか。もういい。あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃。何大丈夫か。その手。ん、ああ、痛みを感じない体で助かった。痛みがない。おい、そうなのか。動かないで。え、これが私の精霊術よ。使い手をも焼く炎の剣と、それを癒す治癒の術。痛みを感じない男と、触れると痛い女か。ありがとう、シオン。さてと、
敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな。一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ。あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力、鋭に。本当に大丈夫？傷だ。当たったのはマスターコアのところだから。なんと、それを言うなら信じて。そういうわけじゃないわ、皮肉な。自分も痛みをか。だから何？目的が果たせれば。知ったような口聞かないで。俺は奴隷が強いられてきた。